パティポディウムグラティスのミション。このようにスイッチを切ってすぐにつけると植物育成村ライム。このように、こんにちは、トベンチャーです。今回は最も観葉植物が弱りやすい冬に植物を枯らさない方法をご紹介したいと思います。植物が冬に枯れてしまう3つの原因とその対策を順にお伝えしていきたいと思います。枯れてしまう原因1つ目、寒さ。観葉植物は品種にもよりますが、20度から30度が適温となります。ですので10度を下回ると状態が悪くなってしまう可能性が高くなります。症状としては葉を落としたり黄色く変色したりして枯れてしまいます。対策方法、寒さの対策は意外と少しの工夫で行うことができます。24時間エアコンを使用したり温室を作れればそれも良いですが、一般のご家庭ではあまり現実的ではないと思います。そこで簡単にできる寒さ対策を3つご紹介したいと思います。1つ目、棚の上で管理をする。これは室内の空気の動きに関係があり、室内の暖かい空気は膨張して室内の上部へ移動します。反対に室内の冷たい空気は下の方に停滞するという特徴があるので、この空気の動きを利用してなるべく室内の上部で栽培を行うことによってより暖かい場所で管理をすることができます。2つ目、段ボールや発泡スチロールを使用する。棚や床に直置きすると冬の寒さを植物に直に感じさせてしまいますが、段ボールや発泡スチロールを下に敷くことで断熱材として使用することができます。使い方としては下に敷いても箱に入れて管理しても良いですが、箱の場合は通気性が悪くなるというデメリットもあるので、空気を循環させられるようにサーキュレーターや扇風機などを使用するというのも有効です。ただ毎日行うのは継続するのが難しいので、植物も下に敷くのがおすすめです。私は以前購入したクッションフロアが余っていたので、このように敷いてパティポディウムグラティリスの未消株、ビカクシダの胞子培養、エアプランツなどを育てています。3つ目、水やりを午前中にする。春から秋にかけて特に夏は涼しい夜の時間帯に水やりを行うことで植物体を冷やしたり、日中の強い日差しと温度で水がお湯になり煮えてしまうということを防ぐことができます。ただ冬には夜に水やりを行うと植物体を冷やしすぎてしまいます。理想は午前中の暖かい時間帯に水やりを行い植物体を冷やしすぎないようにします。また与える際の水の温度ですが、空気と同じ温度の水を与えるのがおすすめです。冷たすぎる水は植物体を冷やしすぎてしまいますし、温かい水は水やり後に温度が急激に下がってしまい植物にはストレスとなってしまいます。水を数時間常炉などに入れておくか、空気と同じくらいの温度になるように調整して与えるのがおすすめです。観葉植物が冬に枯れてしまう原因2つ目、水と空気の停滞。冬の寒い時期に観葉植物は水を吸い上げる力が弱くなってしまいます。この状態がいわゆる休眠状態となりますが、水を吸わないことと室内を締め切っていたりすると空気が動かないこともあり、鉢の中の水が停滞しやすく根腐れを起こしてしまいます。もし観葉植物の土や水ごてなどの植え込み材などにカビが発生する場合は空気が停滞しているという証拠になります。対策方法、水やりは寒くなるごとに徐々に減らしていくことで植物の耐寒性を高め、鉢の中の水分量を適切に保つことができます。というのも水やりを控えることで植物の樹液が濃くなっていきます。液体は濃度が高いほど凍りづらくなりますが、植物の樹液も同じく濃くなることで寒さに強くなっていきます。また植物は植物体を変化させることによって寒さに耐えようとする特性があり、これは水分が少ない場合でも植物体を変化させていきます。冬に植物が枯れてしまう原因としてこの植物の変化が寒さによるものと水分ストレスによるものが同時に起こってしまうことだと私は考えています。寒くなるごとに徐々に水やりを減らすことでこの水分ストレスを緩やかに与えることができるというのもメリットになります。水やりを控えめといっても実際どのくらいの頻度で水やりを行えばいいのかわからないという方もいらっしゃると思います。具体的には水を与える頻度にプラス1日間隔を当てていきます。例えば水を与えるタイミングが水やりから7日後であれば8日後にし、その次の水やりは9日後に行います。そして最終的には普段の水やりプラス3日くらい
らいで水を与えるというように行います。ここでご注意いただきたいのは、水やりを控えるというのは少量の水を与えるという意味ではなく、水やりの頻度を減らすという意味になります。少量の水やりを行うと水やりの頻度が増えて植物が軟弱になり、ホコリ、植物の老廃物、微生物、害虫などを洗い流すことができないということが起こってしまいます。また植物の根を濡らすことができずに根が傷みやすくなります。植物の根というのは鉢の中で四方に伸ばしていくため、少量の水やりでは一番水を探そうとしている根の先端に水を与えることができないため、植物の状態が悪くなってしまう可能性が高くなります。生産者の方で土の上部1センチを濡らすことで植物の根を上に持ってくる上根を出すというテクニックもあるそうですが、高等テクニックとなるので通常の育て方ではなくなります。水を与えるときは鉢底から水が出るくらい勢いよく行い、空気が動く状態で、受け皿に溜まった水はこまめに捨てるようにして土を乾かすようにしましょう。空気を動かすように換気をしたり、できれば扇風機やサーキュレーターを使用するのがいいと思います。枯れる原因3つ目、日照不足。冬は日照時間が減ってしまうのと、春から秋に比べると日差しが弱くなるので、光量不足によって植物の体力がなくなり、最終的に枯れてしまうということが起こります。対策方法、光量不足を補うためには室内の最も明るい場所で管理するのが良いです。ただどうしても日照を確保できないという方は植物育成ライトを使用するのがおすすめです。私がおすすめする植物育成ライトはこちらの動画で紹介している1つ919円のライトになります。初めてライトを購入する方や通常のライトとして使用したいという方にもぴったりです。このようにスイッチを切ってすぐにつけると、植物育成ライトモードから通常のライトモードへと切り替えることができます。我が家ではリビングのライト、スタンドライト、玄関のライトにこの植物育成ライトを使用しています。以前は799円だったのですが、現在は919円に値上がりしていて、取り扱っているのは楽天市場だけになりますのでご注意ください。ということで、冬に植物が枯れる原因とその対策をご紹介させていただきました。私の配信する情報は本、インターネットの情報、詳しい方からの話、自分の経験がベースとなっていますので、私の情報が正しいというものではありません。ただ皆様の園芸に少しでも役立てばいいなと思い情報を配信していますので、もし新しい情報をご存知の方は教えていただければ情報を皆様とアップデートしていけると思いますので、ご協力いただければ幸いです。ただ言葉によっては知識マウントのように感じられることもあるので、ぜひ誰が読んでも不快にならないような文でご投稿いただければと思います。ラクマにてビカクシダの板付け、観葉植物、エアプランツ、ドライフラワーなどを出品しています。このチャンネルをご登録いただくと、私から商品をご購入される際にエアプランツを一つプレゼントしています。これからも皆様の園芸に役立つような情報を配信していきますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あとコメントいただけると泣いて喜びますので、よろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。